藤原がこのタイトルで発表いたします。まず希少疾患は約6000以上存在していまして、適切な治療を施すには早期の診断というのが非常に重要になります。ただ過去の調査では患者の 40% の方が最初の診断が間違っていたとか、あとは患者の約半数は診断がつくまで5年以上要したということが報告されています。そこで近年では希少疾患の未診断患者さんを対象に次世代シークエンサーを用いたゲノム解析が実施されています。日本ではアイラッドという大きなプロジェクトが進んでますけれども、そういう大きなプロジェクトが各国で進んでまして、大体その診断率というのは 25% から 40% と言われています。なので今まで全然診断がつかなかった方の 40% が診断がつくようになったので、これはすごい進歩なんですけれども、ただ逆を返すとまだ 60% の方が診断がつかない。さらにゲノム解析を全ての方が受けられるわけではないので、まだかなり多くの方が診断がつかずに困っているというような状況にあります。そこでそういう方々の早期の診断のためには、医療関係者が患者さんの症状をもとに、疾患情報だったり過去の症例というのを容易に検索できる環境の整備というのが非常に重要になります。すでにですね、希少疾患ならオーファネット、遺伝性疾患ならオミムというデータベースありますし、症例報告だったらパブメドに100万件以上の症例報告が入ってますので、こういうところにアクセスして検索というのはできるんですけども、まだちょっと、使いにくい部分がありまして、例えば医師お医者さんでしたら、その患者さんの複数の症状を入れて、その患者さんの複数の症状に関連性の高い、疾患をですね、診断のために取り出したいんですけども、そういうことはできないんだとか、あとは研究者がこうデータベースを一気に検索したい場合もできませんし、あと遺伝カウンセラーの方が日本語で検索したいと思っても、これらは全て英語で、検索しなければいけません。あとジェネティックエキスパートの方がですね、ゲノム解析をして、この遺伝子が怪しいとか言ってなった場合に、その遺伝子に関連した疾患だけを検索したいと思うんですけれども、そういう機能もありません。なので、こういう医療関係者のニーズを満たすような希少疾患診断支援システムを私たちは構築しました。それがこのパブケースファインダーですね。少しデモを紹介しますと、このようにですね、まず症状を入力します。で、貧血を入れると貧血に含む、症状が出てきますので、その中から選んでいただきます。で、これは英語の入力にも対応していますし、ここに患者さんの症状を複数入力していただけます。で、貧血といっても、より具体的な何々貧血ってあると思うんですね。で、具体的な貧血を入れれば、この、検索の精度が高くなるんですけど、なのでそれをアシストするためにこの貧血をクリックしていただくと、こういう画面が出てきまして、この貧血のより具体的な、症状みたいなのをこうやって選ぶことができます。で、どんどんこう深く掘っていくことができまして、今最終的にはこの慢性溶血性貧血っていうのを、この抽象的な貧血で今交換しました。で、さらにですね、この人のやつをクリックしますと、こういう人のマネキンが出てきまして、で、ここの人のですね、パーツをですね、クリックすると、そこに関連している症状っていうのをこうやって出してくれます。なので、なかなかこう具体的な症状っていうのは1万3000本あるので探しにくいので、こういうので、自分の具体的な探したい症状を探してあげて、患者さんの具体的な症状をちゃんと入力してあげると、この次の検索の精度が高くなります。で、検索をすると最初に一番最初に出してくれるのが、疾患のランキングです。で、まずここではオーファネットの4000件ですね、それを1位から4000位までランキングしてくれます。で、この隣のタブをクリックしますと、今度はオミムの方ですね、オミムの7000件を1位から7000件までランキングしてくれます。で、このランキングされたこの上位に出てきた疾患が、この患者さん、入力した患者さんの診断の候補として、可能性が高いというふうに使うことができます。で、さらに、ここにですね、疾患を絞り込む機能がありまして、遺伝子を入力してあげます。で、遺伝子も今11個入力してで検索をすると、今4000個あったやつが9件まで絞り込まれて、こっちのオミムの方は7000件が16件まで絞り込まれています。で、その中で症状の類似度でランキングしてくれます。なので、関心のある遺伝子と、あと患者さんの症状、その両方から患者さんの診断に迫ることができるようなシステムになっています。さらにここにですね、各疾患のところに症例報告を検索というボタンがあって、それを押すと、この疾患に紐付けられている症例報告がですね、過去の症例を検索できて、で、この症例も過去の症例も患者さんの症状の類似度に並べているので、過去の症例の中で患者さん と似ているような症例を探すことができるようになっています。で、こういうふうな、結果を返してあげることによって、患者さんの診断に迫ることができるシステムになっています。で、このパブケースファインダー、じゃあどういう技術で作られているかといいますと、まず、ですね、一つの、重要なリソースとして、ヒューマンフェノタイプオントロジーというのを使っています。
これは希少遺伝性疾患に関する症状約1万3000件収納していまして、このオントロジーというのはですね、こういう、各これ症状だと、これより具体的な症状だとか、さらに具体的な症状になってますね、このサブタイプですね。そういう症状間の階層関係が定義されていて、さらにこの症状にはこういう表現があったり、類義語でこういうのがあったり、類語でこういうのがあったりと、こういうのがなっています。で、このヒューマンフェノタイプオントロジー、まあ、聞いたことない方いっぱいいらっしゃると思うんですけども、すでに、有名な遺伝性だとか希少疾患のデータベースで、使われています。これ、ごく一部を載せているんですけれども、でこの中でも、オーファネット、オミム、クリンバー、メゾジェン、ガードというのにも使われていまして、で私たちが今回検索対象にしているオーファネットとオミムこのヒューマンフェノタイプオントロジーを使っています。でどういうふうに使っているかといいますと、例えばオーファネットのモヤモヤ病があります。でこのモヤモヤ病にかかったらどういう症状が出てくるかというのを紐付けるために、ここのですねヒューマンフェノタイプオントロジーの症状というのを知的障害の脳室拡大や発作とかこういうふうに割り当ててあります。でこういうことを、こういうデータベースが割り当ててくれているので、パブケースファインダーというのは患者さん、すみません、ユーザーが症状を入力したら、そのユーザーが入力した症状のセットとこの疾患の症状のセットの類似度を求めてあげることによって、先ほど出た疾患をランキングするということを行っています。でさらに、このですねヒューマンフェノタイプオントロジーは基本的に英語で表現されているんですけれども、これの日本語化というのを東北大の荻島先生を中心に行われています。でこれを日本語に訳すというプロジェクトが今進んでいるので、パブケースファインダーは日本語でも入力して検索をすることができるようになっています。でただパブケースファインダーをこうやって作るにあたって課題が全然ないかといいますと、すごいたくさんの課題がありました。でまず一番大きな課題としましては、この今言いましたオーファネットがこの例えばこの遺伝性球状赤血球症っていう、これ希少疾患の中ではメジャーな疾患なんですけれども、に対してこう、まあ、症状をですねまだ一個も割り当ててくれてないんですね。なんでかっていうと、このオーファネットは内部でこの人がマニュアルですね、この疾患に対してはこういう症状があるっていうのをマニュアルでつけてるんですけども、なのでその作業がなかなか進まないっていう、それが大きな問題となっています。でここに症状がついてないと、私たちは類似度を計算することができないので、疾患ランキングに含めることができません。なのでこういう問題を、救うために私たちは、パブメドに含まれている症例報告100万件あるんですけども、それをすべてテキストマイニングしてまして、その中に含まれているこの希少疾患にはこういう症状があるっていうのを網羅的に抽出しました。そのことによってこの例えば遺伝性球状赤血球症にはこういう症状がある、こういう症状があるとこれつけるので、初めて、疾患ランキングに含めることができています。でこのことによってオーファネットが含んでいたですね疾患症状のこの関連データっていうのを約 2.2 倍に、拡大することができました。その他にも、まあ、様々な技術を使っているんですけれども、先ほどテキストマイニングと言いましたけれども、テキストマイニングに様々なツールがありますので、どういうツールが一番精度が高いかっていうのを評価の精度をしていますし、あと症状セットと症状セットの類似度を求めたと言いましたけれども、アルゴリズムがたくさんあります。そういうのもどのアルゴリズムがいいのかっていうのを選定作業とかを行っています。なのでこの辺の詳しいところはポスターのところに来ていただければご説明させていただきます。でこういうですね、新しいデータをテキストマイニングで網羅的に抽出してあげて、いろんな技術を選定してあげて、じゃあパブケースファインダー何が良くなったかというと、一番良くなったのはこの疾患のランキングの精度が良くなりました。疾患のランキングの精度は何かといいますと、先ほど言いましたようにオーファネットなら1位から4000位までランキングしてくれます。で1位から4000位ランキングした中で、その上位にですね、患者さんの、診断候補があるといいんですけれども、例えばこのトップ10ですね、1位から4000位ランキングした中で最初の10個見た場合に、実際に患者さんのその診断の本当の疾患が含まれているかどうかっていうのを評価しました。これは実際の、希少疾患の患者さんの135症例を用いてやったんですけれど、評価したんですけれども、そうするとトップ10を見るだけです、4000人の中のトップ10を見るだけで約 60% の患者さんはちゃんとその中に正解が入っていました。で、まあ、トップ1だとかなり低いんですけれども、まあ、トップ5でも 50% ぐらい、 5個見るだけでも、だいぶいいです。でこれ既存のツールでフェノマイザーというツール、赤の方がですね、これ私たちのは青がパブケースファインダーですけど、既存のよく使われているフェノマイザーよりもかなり精度がこれは高くなって2倍ぐらい高くなっています。で、まあですね、よりその具体的な今まで紹介した方法だとかこの評価についてはですね、論文を出しましたので、ファブメドでパブケースファインダーと、検索いただければ、確認いただけます。また、GFJH の貢献ということで、 GFJH でご存知の方多いと思うんですけれども、これゲノム医療を推進する世界的な取り組みでして、400以上の組織が参加しているんですけれども、その中の主要のプロジェクトでマッチメーカー育成時というのがあります。でこれはですね、サンガーセンターとかブロードだとか日本ではアイラットだとか、そういう大きな組織が参加しているんですけれども、各国の希少疾患の患者さんのデータをシェアリングしましょうよというの取り組みになっています。
で、ここの開発者がですね、パブケースファインダーのこの疾患ランキング機能だとか症例報告機能を使いたいということを去年リクエストいただきまして、まあ、こういう機能というのはパブケースファインダー、今世界でパブケースファインダーしか提供していないので、じゃあどうぞということでここで今使っていただいて、この各国のところからパブケースファインダーを実際使っていただいています。で、 DBC ベースはここに今そういうことで加わっていることになりますので、まあ、一応世界的にもこういう貢献をしているということになります。で、まとめなんですけれども、こういう医療関係者にいろんなさまざまなニーズがありましたので、それを応えるためにパブケースファインダーを作りました。そこで、マッチメーカーエクセンジという、G4GH にも、API を出しまして、世界的な貢献をしています。で、今後なんですけれども、パブケースファインダーをまず先ほど発表がありました統合バーと連携させます。今パブケースファインダーは遺伝子で疾患を絞り込む機能があるんですけれども、疾患バリアントで疾患を絞り込むような機能を、連携でできるようになると思います。あとですね、このフェノチップスというカナダで作られているオープンソースの症例を登録するシステムがあります。これは症状だとか、この成長曲線を書いたりだとか、あと家系図を書けるような非常に素晴らしいシステムなんですけれども、これと、連携することを、今度の12月に考えて、これハッカソンがあるんですが、そこで考えています。で、これをやることによって何がいいことがあるかっていうと、例えばですね、こういうの、これ全部ですね、ローカルのところに、ローカルのサーバーにインストールして使うことができます。で、ある病院がですね、なんか疾患を、特定の疾患に対してゲノム解析をするプロジェクトを始めようとしたときに、こういうシステムをわざわざ作らなくていいわけですね。こういうの全部、無料で使っていただけますので、それを登録、インストールすればですね、もうこういうのは全然、そういうコストを省けることになりますので、そういうプロジェクトを推進する上でも非常に有用なものになると考えています。で、この開発者の方が、ハッカソン12月に来ますけれども、それハッカソンは島根で行うんですけれども、その前後でですね、東京に来ていただいて説明、フェノチップスがどんな機能を持っていて、どういう海外のプロジェクトで使われているかっていうのを、紹介していただく機会を設ける予定ですので、ご興味のある方はご連絡ください。パブケース関連では多くの方のご協力のもとに進めております。ありがとうございます。以上です。